どうも、クーピーチャンネルです。今、奈良県のファミリーマート大淀下渕店にいます。今日の夜、この近くの山すごい冷えるみたいなんで、軽キャンピングカーで行ってボディのダメージ性能どこまで耐えれるか体感していきます。なんとマイナス8度になるそうです。今の温度なんですけど、ここにリアルタイムで分かる温度計くっつけてます。外の温度が 17.3 度、かなり暖かいですね。雪が降っていなかったら今日はポップアップ上げたいと思います。今日の寝具なんですけど、このリアのボックスに入れてます。これロゴスの比較的安い冬の寝袋なんですけど、こちらとこの発熱パッドですね、これを中に入れてみて寒くないか体感します。こちらはマミー型ではなくて封筒型なんで、この発熱パッドも入ります。で、一応予備でいつも使ってるダウンが入ってるシュラフを持ってきました。そして今日の車内なんですけど、キャンプグッズで料理したいと思います。ここに固形燃料入ってます。あとはクッカーとかですね。一応ガスやこのポータブル電源も持ってきました。これでも調理できるんですけど、こちらは今回使わずに撮影機材の充電用に使いたいと思います。こちらの8リッターの小型冷蔵庫にビールとか食材入れてます。ただ電源はもう入れてません。で、助手席の方に雪対策グッズ持ってきました。手袋やスコップ、カッパ、結露取りで、チェーンも持ってきました。あとは脱出用具と、こちらは長靴です。かなり長いの持ってきました。今インディ727はスタッドレスタイヤ入ってるんですけど、今日はチェーンつけて雪道走ってみたいと思います。乗り心地も体感しておきます。はい、それでは安全運転で行ってきます。今から山の中入っていきます。気温下がってきましたね。 6.2 度。山に入ってから10分ぐらい走行しました。高度が 390m です。気温が 4.5 度に下がってきました。今路面の状況は軽く濡れてるぐらいです。雪は全然積もってないですね。今高度が 500m 超えました。 590m と表示されてます。あ、そしてトンネル開けると雪ありますね。雪は積もってません。もうちょっと上がったら積もってる可能性ありますんで、路面状況を見ながらチェーンも取り付けたいと思います。高度が 780m になりました。気温が 1.5 度です。かなりひんやりしてきました。この奥にですね、キャンプ場がありますんで、前も泊まった場所なんですけど、今日はそちらで車中泊します。路面が凍っていて、これかなり危険ですね。そろそろチェーンつけます。はい、ではここでチェーンつけさせていただきます。うわ、これもう凍ってますね。この軽キャンピングカー、2駆と4駆切り替えられるんですけど、2駆の場合は前輪が駆動になりますんで、この前輪だけ今回つけます。
喋ります、いきます。それではこちらのチェーンを取り付けていきます。昨日 YouTube で取り付け方かなりチェックしました。早速試していきます。まずはチェーンを広げてねじれがないかチェックします。大丈夫ですね。でこの黄色い方が右側になるようにします。じゃあこの青い方をタイヤの後ろに通します。そしてタイヤの上部でこちらのジョイントを連結します。はい、これで OK ですね。でジョイントをこのタイヤの後ろに落としてチェーンの上部を止めます。そして下の部分ですね、こちらテンションをかけながらここの輪っかに通して、はい、そしてフックを引っ掛けます。はい、これで大丈夫ですね。しっかり取り付いてます。意外と簡単につけれました。やっぱり予習しといたら全然違いますね。反対側も取り付け完了しました。いや、これで少し走って様子を見ます。それでは安全運転で行きます。慎重に行きます。あ、路面の雪がなくなってしまいました。すごいゴツゴツ響きます。シャーベット状になってきました。この雪があるときはすごい食いつきますね。全然滑りません。やっぱチェーンすごいな。はい、キャンプ場到着しました。うわ、すごい雪。これは走りがありますね。到着しました。とりあえず受付行ってきます。はい、受付終わりました。今日はもう誰もいないそうです。カンサロです。前はこの広いところで車中泊したんで、今日はこっち側の奥にいい感じのサイトがありましたんで、そこで今日は車中泊します。チェーンも大丈夫ですね。しっかりついてます。このスニーカーだったらかなり足冷たいんで長靴に履き替えます。はい、これでバッチリですね。ダメですね。四駆でスタッドレスチェーンでもこの雪が硬くなっていて、わだちができていて、そして真ん中が高いんですね。なので車体の下についてタイヤが空転してしまいます。ちょっとスコップで雪除去します。前の方のかしたんですけど、ここのねサイトいいなと思ったんですけど、結構雪がこんな感じで積もってるんで、ここにもし車中泊するなら、車止めるなら全部雪一回踏むか逃さないといけません。なのでちょっともう夜が暗くなっていたんで、今回は安全な広場の方で車中泊します。はい、ここに止めさせていただきました。雪なんですけど、もうかなりこんな感じでシャーベット状です。あれ、ちょっと待って、これ明らかに人間の足じゃないですよね。
ここにもあります。明らかに人間じゃないですよね。 1,2,3,4,5 本。これなんやろ、結構大きいんですよね。手のひらはないんですけど、もしかしてクマとか違いますよね。自分かなりビビリなんですよね。ビビリやのにこんなとこ来るってアホですね。でもキャンプ場やし管理員さんもいてるんで大丈夫だと思います。あ、すいません。この辺ってあの野生動物出ます？野生動物なんか足跡はあったんですけど、うん、鹿や。あ、鹿ですか。あ、なるほど。鹿以外のものは来ません。あ、本当ですか。わかりました。ありがとうございます。イノシシもクマもいない。あ、本当ですか。クマはいない。イノシシも来ない。あ、クマいないですか。クマいない。あ、わかりました。全然大丈夫です。はい、安心しました。この足跡は鹿のようです。よかったです。外の温度知りたいんでこのワイヤレスの温度計ここに設置しておきます。両面テープで貼って、ちょうどこのシャワーフックですね、これがインディーの横についてますんでここに置いておきます。あとはフロントウィンドウと反対側のサイド、こちら側はリアルタイムの温度計、ここに養生テープで貼りました。で、温度見える方は中から見えるようにこちらも養生テープで貼ってきました。今現在の気温は 0.5 度ですね。で、ここ標高が856メーターです。これからどんどん冷えてきます。何度まで行くんでしょうか。それでは中に入ってくつろぎます。車内の気温が8度です。そして外にセッティングしたこの横に置いている温度計がマイナス0.4度、氷点下入りました。とりあえず FF ヒーターつけて、今雪降っていないんで今日はポップアップあげます。で、これなんですけど、この野球のボール100均で買いました。これをここに今詰めてます。というのもこのポップアップが走行中で垂れてくるんですね。ちょうどいいのがこの100均で売っている野球の柔らかいボールでした。ここに膨大なスペースができてます。やっぱりポップアップを上げると収納面でかなり広くなります。今日はここにシュラフなど寝具置いておきます。それではこのロゴスの冬用シュラフと中に発電スパッド、これで今日は眠ります。はい、それではこのシェード、こちらも窓にセッティングします。はい、これで OK ですね。今日はかなり冷えますんでこのサイドブレーキじゃなくバックで車止めておきます。サイドウィンドウのシェードはこの天井に収納してます。インディ727、この天井がここマジックテープを作るんですね。なのでここにサイドウィンドウのシェードは収納してます。シェードのセッティング完了しました。この銀の面がですね、今外に向いてます。これ本来は冬場は中の方がいいんですよね。
でもちょっと今全部これを付け替えるのが手間だったんで、今回はもうこれでいきます。これでも全然効果あります。冷蔵庫のビール、これも外で冷やしておきます。雪が凍っていてビールが中に入れられませんでした。でも外氷点下なんで、もうこのまま冷やしておきます。はい、これ冷蔵庫の中に入れて冷やしておきます。これだったら電源なくても冷えますね。今日はソファー下にキャンプグッズいろいろ持ってきました。コールマンのクッカーとラージメスティン、この中にエスビットのポケットストーブラージ持ってきました。このエスビットのポケットストーブの中になんともう一個入ってます。これ最近めちゃくちゃ気に入ってるんですよね。車中泊でもかなり使えると思います。こんな感じで組み立てていきます。この付属の固形燃料置き、今回こちらは使いません。この大きい方ですね、これに固形燃料を入れてこんな感じで置きます。これ下も空洞なんで煙突効果でよく燃えます。こんな感じでここに薪とかですね、ちっちゃいの入れるのに適していると思います。今日は使いません。で、火はこれで消そうと思います。これこっから火が見えるんですよね。もう本当に男のロマンという感じの商品です。こんなんめっちゃ好きなんですよね。はい、こんな感じですね。もうちょうどですね、結構安定してます。でこちらなんですけど、下そんなに熱くならないんで大丈夫なんですけど、一応この耐熱シート引いておきます。そしたらこれで沸かしていきます。であとちょっと言い忘れたんですけど、こちらこんな感じで網になるんですね。なのでちっちゃいシェラカップもここでお湯を沸かすことができます。車内が暑いのと換気したいんで窓開けます。中が今 19.5 度ですね。外がマイナス 1.2 度です。この火消しスプレーもすぐ使えるようにこっち置いときます。固形燃料なんですけど、
やっぱり車内なんで細心の注意を払っていきます。はい、お湯沸騰しました。今日カップヌードルのカレーいただきます。ちょっと熱くないですね。ここも大丈夫ですね、持てるぐらい、全然ほんのりあったかいぐらいです。この辺はめっちゃ熱いと思います。いただきます。ごちそうさまでした。体考えて汁残そうと思ったんですけど全部飲んじゃいました。カップヌードルのカレーかなり匂いしますんで、この防臭袋の中に入れて捨てます。これで車内はカレーカップヌードル臭さはなくなります。体温まりました。車内なんですけど今16.4 度、外がマイナス 1.5 度、車内は FF ヒーター今つけていて、こんな感じでポップアップの窓や後ろの窓全開してます。それでもかなり暖かいです。体も温まったんで外の様子見ていきます。でキャンプ場のトイレ使えますんでトイレも済ましていきます。いやーめっちゃ寒いですね。やっぱり今日はキャンプ場誰も行ってないんで貸し切り一人だけです。めちゃくちゃ静かです。空がね綺麗なんですよね。電気消すと GoPro じゃやっぱり映らないですね。肉眼ではめっちゃ綺麗です。街灯がないんで消すとこんな感じでもうキャンピングカーの中の明かりだけです。チェーンも凍ってますね、こんな感じで。それではビール冷やしていたんでキャンピングカーの中でいただきます。うわ、すごい、カチンコチンです